性格診断テストみたいなのがあるんですけど、それをやっていきたいと思います。他人に自己紹介するのが苦手だと感じる、同意しない、自分の考えに夢中になって周囲のことを無視したり忘れることがよくある。同意しないかな。プレッシャーがあるときでも常にリラックス集中できる。これはちょっとどうやろう、緊張することもめっちゃ多いから、ちょっとだけ同意しないみたいな。で、通常自分から話を始めることはない、これは同意しない。全く好奇心から何か始めることはめったにない、同意しない。他人よりも自分が優れていると感じる、同意しない。普段は非常に意欲的でエネルギッシュである、同意する。注目的となることが気になる、注目のなんで注目の的となることが気に入らない、同意しない。気分が非常に変わりやすい方である、これもどうなる、ちょっとだけ変わるぐらいかな、ちょっとっていうかあんまり変わらへんかな、どうなんやろ。結構同意しないで。次いきます。どちらかというと控えめで静かな性格である、同意しない。これは同意しないです。結果出ました。結果はエンターテイナー ESFP でした。僕はエンターテイナーということで、まあ嬉しいんですけど。おお、エルトン・ジョン、おお、マリリン・モンロー、おお、おお、おお、エデル、わあ、お、ジェイミー・フォックス、おお。テストがめちゃめちゃ正確で、いろいろ問題あったんですけど、一つやっていって。なんか有名人とかも見れてめちゃめちゃ楽しかったです。はい、皆さんもぜひやってください。제가춤을되게좋아했는데같이할친구가없었거든요맞아요뭔가지윤이제임스도없었고그때있었나있었어와와있어와있어와아니있었는데아있었는데죄송합니다